え今日のタイトルなんですけども「天気予報を支える気象庁のスーパーコンピューターと数値予報システム」ということで今日のプログラムを見ると英語で書いとけばよかったかなと若干思いましたけども、えーまあ、ここから日本語でしゃべらせていただきます。で、えー、とラスターユーザーグループということであのラスターと我々の関わりなんですけどもあの去年、えー、スパコンを更新しまして。 で、えー、あの気象庁のスパコンとしては初めてストレージとしてラスターラスターのストレージを採用したということでまあそういったご縁もあって今日お話しさせていただくということになりましたで、えー、今日の話の内容なんですけどもあの、まあ、ラスターそのものというよりはあの えスパコン、去年更新しましてあの皆さんご存知だと思いますけどもあのトップ500の上位の方なんかにもあのランキングしましてですねえそんなでっかいスパコンで何やってるのと思われている方もたくさんいると思うんであのその辺のあの我々気象庁業務としてスパコンを使って何やってるかといったところもえご説明したいと思います。まず気気象象庁庁についてなんですけどもえ気象庁あのえ年々あのその えー、予算が削られたりあの人員が削られたりと、えー、してるんですけども一応あの組織としてはあの全国チェーンを保ったまま、えー、来ています。えー、一応あの全国の都道府県に1箇所ずつ一箇所以上はあの、えー、気象台を配置していると、えー、ことになっています。であの、えー 昔はですね測候所というのがあの全国各地にあったんですけどももうほ,ほぼリストラされてしまっててあの速攻所と名のつくものはあの北海道の帯広とそれから鹿児島のなぜ奄美大島だけになってしまっています。えー、で一応あの気象庁本庁なんですけども今大手町にありますが。 えー、一応、大手町からあの再開発に出てけと言われてしまいましたので来年秋にあの港区の虎ノ門へ移転します。であのそもそもあの気象庁の,あの歴史自体が大体もう150年近くになるんですけども、えー、大体最初はあの虎ノ門にあったらしくて、えー、虎ノ門から大手町に移ってまた虎ノ門に帰るみたいな形になっています。えーで あの気象庁のキャッチフレーズとしてはあの守ります、人と自然とこの地球ということで掲げてやっていますがあので右下にあるのはリチョウログマークなんですけどもあ,のあまりかっこよくはないんですけども気象庁の任務としては皆さんご存知の通りなんですけどもあの気象庁におけるスパコンの関わりっていうのはえまああの台風集中豪雨との気象の予報ということでまありとあのえ1日2日あるいは1週間先までの気象の予報と。 それからもうちょっと長いところの気,象気候変動などに関する自然現象の予報ということでこれは数十年単位からもう100年ぐらいの計算をするというようなことをやっておりますで気象予報業務における数値予報の役割ということでまず観測データありきということで我々はんのとこから観測データをまず持ってくるということになりますでその観測データを使って予報モデルを動かすための初期値というのを作ると えいうことをやりますでその初期値ができたらあのシミュレーションモデルを使って、えー、計算して、えー、天気予報していくということになります。であのさまざまなあのその、えー、我々気象情報とか出してるんですけども大体、えー、いい時間スケールで区切っていくと、えー、あの後々説明する数値予報っていうを使うのは大体いい半日から1日程度の減少からまあ あの最長何何数年10年スケールのものまであるんですけどもえそういったものを計算するということになりますあの一番上にあるそのナウキャストというのはあのあのせいぜい数時間先の目先の減少でまあスパコンで計算しても間に合わないと,えということであのもうちょっと違う手法でやっていますであの半日から1日先以上のものはほとんどもう数値放報頼みになって情報を出しているということになってますであの 水予報なんですけども今はですね1個の計算だけじゃなくて複数の水予報モデルというのを組み合わせてやるというのが普通になっていますであとのその水中報の出力を使っていろいろなそのプロダクトを作るとかいろいろやるということになっていますでその辺はあの 結構膨大な開発をしていくあのちなみにあのその気象庁の水値情報モデルとか全部あの気象庁での中でえ全部作ってますのでそれなりの,そのえー開発力とかえそういうのも維持していかなきゃいけないとえいうことになっています。でスパコンの話をしていきます。でえ去年スパコンを更新したんですがえースパコンの所在地はあの 気象庁の本庁は大手町にあるんですけども、スパコンそのものは清瀬にあります。で清瀬にあの気象衛星センターというのが昔からあるんですけども、えー、そこの,その土地を曲がりというか、そこにスパコンの建物を建ててやっています。で、我々あのスパコンは2台、2あの同じものを2セットで、あの我々は主系、副系と呼んでますけども、えー、常に2台構成でやっております。でえー であの代々のスパコンなんですけども我々今去年更新したやつは第10世代、えー、になりますで、えーまあ、大体あの1世代目からは大体そのリニアな感じであの計算能力が伸びてるんですけどもでスパコンの歴史を見るとですねあの一応1959年に初代が入ったということでこの時は IBM の,の704というやつでこの時は日本,日本としてはその。 えー、大きい初めてその導入した大きいコンピューターということで、えーまあ、そんな感じですであの2代目以降は実は1代目は IBM だったんですけど2代目以降は日立さんのマシンをずっと使ってきましたで、えーあのまあ、日立さんで、えー、大体そのスパコンと呼ばれるものは5代目あたりの S810 と。 というところからあの日立の商品的にもスーパーコンピューターという名が付いてその前はだから大型計算機ですよねえになっていますであのスパコン詳しい方はその昔はベクトリ機というやつで使っていてここでも5代目6代目のスパコン S810 とか S3800 からベクトリ機と呼ばれてた機械を使っていますで えと7代目以降はあのスカラーチップであの7代目、8代目、9代目は日立のマシンですけども、えー、使ってる CPU は IBM のパワー系の、えー、チップを使っていましたであの、まあ、あのトップ500なんかにもちょこちょこ載、えー、せていただいているというところですであの新しい世代のスパコンの,あの初見なんですけども全、えー、世代までは日立さんのマシンだったんですけど今回はクレイ。 XC50 とであの片手先ほど言ったように2台同じものを使ってるんですけども1台あたりの,その理論性能というのは9ペタフロプスになっていますで CPU はインテルのスカイレイクを使っていますであの最初のトップ500去年の6月時点で2526位で今は大体3233位ということになっています でえー、これですねあの大体あの業務用に、えー、大きいスパコを入れてるっていうのは気象機関、えー、なんですけどもあのその有名なところは欧米,欧米系のところがいろいろあってですねあのその辺の、えー、スパコンの性能これ理論性能で、えー、フロップス、えー、で比べてますけども、えー、大体皆さんですね45年あるいは56年サイクルで大体更新してて。 で去年の更新で気象庁のマシンは理論性能的に見ると一番トップクラスには出ましたただしですねあの外国の,そのヨーロッパとかアメリカの気象機関もこれ,これから1年2年で更新していくので抜かれてはいくということになっておりますであのスパコンシステムの概要なんですけども 先ほども言いましたけれども左上の方にですねあのスパコンなんですけれども主系・副系というのがあってそこに高速ストレージというのがつながっています後であのでご紹介しますけれどもこれがラスターのファイルシステムになりますでその他にもですねいろいろ入力データだとかあとポストプロセス用のサーバーこれもこれも普通のインテルのサーバーインテル CPU のサーバーなんですけども右側にありますであともあう一つはあの 大容量、それから長期保存ストレージということで、まあ、あの80ペタあバイト級のストレージを持っ,たり持っていたりということになっていますで。スパコン内部自体はこんな感じで、まあ、一般的なクレイのスパコンなんですけども、えー、計算濃度は ESM 濃度、マムノ濃度というのがあって、ああの計算濃度自体は2800濃度。 あるんですけども、そういったノードがあったり、開発用のログインノードがあったりします。であの左の下の方にあるエルネットノードっていうのが、あのインフィニバンドのサポートのノードで、そっからラスターにつながっているということになっています。であのラスターストレージ自体はこんな感じになっています。片木あたりですね、あのキャビネット15個あるんですけども、で、エルネットノードも15本ある。 えありますそれで高速ストレージの方は型系が DDA の3式、えー、になっています。で、えー、1個当たり1.6ペタバイトということになってて、えーまあ、こんな感じであのインフィニバンドのスイッチをもらうファットツリーの形にして、えー、ネットワーク2つ2系統組んでて、えーまあ、片方落ちても大丈夫だねに上長構成にしてあるという感じになっています。 であのー、この高速ストレージ自体は導入当初から次第に非常にこの、えー、安定に動いてくれてまして、あのー、非常に助かっていてです、ね、あの実は全世代までのスパコンはエッジ社さんだったんですけどもその、えー、結構新しいハードソフトを,を,を使うということでなかなかその。 安定しなくてです、ね、結構あのあの運用開始までにハラハラしながら使っているということはあったんですけども今回のラスターのストレージは最初から早く安定に動いてくれるということで、まあ、あの開発作業それから移行作業もスムーズにいったというのがあります。 であの我々が使っているその業務用のスーパーコンなんであの若干、の他の研究機関とかとは違う感じであのとにかく飛べちゃいけない、えー、というのがあります。で24時間365日無停止で動かなきゃいけないということでいろいろシステム的にも工夫をしなきゃいけないというのがあります。であのさっきも言いまししたようにに構成にしててあの 必ずそのどっちかが動いてなきゃいけないということでまあ主形が壊れたら副形に切り替えるということであのちなみに主形の方が普段は業務で使っていますけれども副形ていうのは遊んでるわけではなくてあの開発をしますえ開発といってだから業務で使っているのと同じえ規模のプログラムを常時あの開発で動かすということをやってます。 えー、あとは、まあ、あのバックアップ的に UPS だとか、発発とか、後ろにつながっているというのはあります。であともう一つあの工夫、工夫としては、可用性の実現ということで、あの常にデータの同期を、主計と付計の間にデータの同期をしているというのがあります。われわれは、ジョブグループと言ってますけれども、一つの業務の集まりが終わると、えー、片もう片方の系に全部データをコピーするということをやっています。 でその,あの可動系の方が壊れた場合は、えー、すぐにそのコピーが終わったところから複計の方で待機系の方で動かせるようにするということをしています。でプログラミングの話なんですけども、えー、我々のモデルの操作はまだあの普通の数値シミュレーションのコードなんでほとんどフォートラン、えー、を使っています。で、えー クレイさんのマシンなんでクレイのコンパイラーを使ったりあとインテルのコンパイラーもクレイのスパコン上で使えるようにしているということで、まあ、ユーザーさんの好きな方を使うということなんですが、まあ、経験的にはクレイコンパイラーのほうがあの、まあ、最適化が結構厳しいというか激しいというかで、えーまあ、使いづらかったりもするんですけどもあのスピードが出るというような感じになっています。 でえー、と我々そのだから、えー、並列化という形でプログラミングしなきゃいけないということでマスパコンの主流はあのさっきの世代の話をした時にあのベクトル機の時は CPU も少なくてあの素直にあの。 えー、物理の方程式のコードを書いて、えー、動かせば早く動いたんですけど今はそのスパコンの終了がマルチコアの CPU だったり大量濃度の組み合わせだったりするんで、えー、いろいろ並列化を考えながらプログラムを書かなきゃいけないというのがあって気象庁でも OpenMP だとか MPI というのを使って組み合わせてプログラムを書くということで必ずしもモデル開発者はその物理学の知識だけじゃなくてプログラムの書き方も覚えなきゃいけないということになっています。 でまあ大規模プログラムの並列化ということで MPI とノード並列、アスレート並列を組み合わせるというのがあります。でここまでがアスパコンの話です。で次に数値予報です。数値予報モデルというのはあの要はその えー、物理学の方程式を解くということなんですけども、えーまあ、数式書きましたけども、えー、一般的なその有大力学の方程式があって、まあ、運動方程式だとか、えー、連続の式だとか熱力学の式とかいろいろあるんですけども、えー、そういうコードプラスその赤枠で囲んだところがその数値予報気象の,のシミュレーションの味噌のところで、えー、我々物理過程とか呼んでますけどもその えー、いわゆるそのグリッドスケールで解けないものをどうするかということで右端に図を描いてるんですけれども例えばその太陽からの放射だとか短波放射だとかその陸,陸,あ陸地からの放射あの長波放射だとかあと雲とか降水の作用とかそういうもの,、まあ、あの例えば雲とか、えー、はあの結構あの は今5キロとか20キロとかそれよりもちっちゃいというのは大体想像できると思うんですけどもそういったものをパラメータライズして式に与えてやるということをしますでそして解いていくんですがでえっ、ー、と気象庁のモデルなんですけども今あの基,本基本は全球モデルというのとそれから領域モデルというカテゴリーに分けています。 全球、えー、モデルは今20キロ、えー、それから、えー、領域モデル系はメソモデル、局、えー、地モデルというのをかしていたりします、えー。今は5キロメッシュだったり2キロメッシュだったりと、えー、ういうことがあります。5キロの方は今39時間だったり51時間だから、えー、2日先、3日先、えーまあ、2日、3日ぐらいの予報ができるというところになっています。 でえー、のそれぞれそのいろんな予報モデルを持っていると、えー、いうのはあの、現象によってあの表現できる、モデルの講師によって表現できる現象が違ってくるということで、全球モデルの GSM というのは、だいたい低気圧、高気圧の動きだとか、台風を予想します、それから、えー、5キロのモデルは、バイオ前線だとか、集中豪雨だとか、そういう雨に絡む現象、それから、えー、もっとちっちゃいやつは、局地モデルの2キロというやつであります。 でちなみに、ですね動いてるかなでこれは全球モデルの予報,予報例です。でこれはその土日の台風の予報で、去年のあ去年じゃない先週の水曜日の初期値から走らせたモデルになっています。で、一応、大きい台風が通過していく様子、先週の水曜日時点のこれ予報です。ということで前、全球を一応予計算していると。 であ、一方、領域モデルの例としては局地モデルというのがあります。で、左端がその実際のレーダーで解析した雨量になります。これ、去年、去年とかな、えーと、平成26年、広島で、えー、たくさん雨が降ったときのやつなんですけども、えー、左端が実際の観測で、真ん中が2キロのモデルです。で、右端が5キロのモデル。ということで、あのモデル解像度をちっちゃくしていくと、それなりにであの豪雨が出てくると、えー、いうことになっています。 であのその数値予報を、えー、いろいろ計算していくときに、えー、あの結構重要なのがモデル地形なんですけども、えーとえー、こ,の前この前の台風でもその、えー、だいたいモデルの地形に沿って雨が降ってたんですけども えー、例えばその左端はそのほとんど左の上は、えー、実際の地図なんですけども右の上は GSM の2 0キロモデルそれから左の下は MSM の5キロモデルそれから LFM の2キロモデルということで、えー、と格子の格子間隔がちっちゃくなってくるほど実際の地形に近くなっててあの、まあ、あの実際にその えちょっとあれなんですけどもえ20キロのモデルだと富士山とかあるいはこの前箱根で1000ミリとか降りましたけどもそういったのは現れてなくて MSM の5キロとか2キロでえ富士山とかえ箱根あたりの地形が見えてくるということでまあこの辺のモデルにならないとやっぱりえ豪雨は再現できないということでえモデルはちっちあの解像度を細かくする方向が有利というのはあります。 でそれからもう一つ大事なのは初期値、あの予報の,その、えー、モデルの初期値をどう作るかということで、えー、昔は客観解析と呼んでましたけども、今はデータ同化という言葉で使っています。で昔はあの観測データを使って内装をするんですけども、今は変分法という,う,という方法で、えーまあ、3次元変分法とから4次元変分法で、えー、空間あるいはあの時間方向の変化も、えー、あのデータ同化していくといことに、えー、処方になっています。で 観測データの例なんですけれどもちょっと見づらいかもしれないんですけれども一応世界地図の上に観測データをプロットしているんですが左の上の方が地上観測海上観測とかいうことでいわゆる直接にその温度計だとか湿度計だとかを使って測る観測になりますでそれ以外あのピンクのタイトルのところになっているのは衛星系の観測で今はもう圧倒的に衛星のからの観測データが増えていると。 えことになりますでこの,の増えつつある衛星観測のデータをどうやってうまくデータ同化してやるかというのが鍵になっているということでこれはあのデータ同化で使う観測データの数なんですけども2000年に入ってからあの衛星データがだんだん増えてきてですね2015年ぐらいからもう爆発的に増えてきていますで大体いい1回のですね数値をホームモデルに動かすのに、えー、入力するデータっていうのは大体いい10ギガ あ領域モデルで10ギガバイトぐらいそれから全球モデルだと20から30ギガバイトぐらいのデータを入力してまあこういうい観測データの数がもうそれぐらいに達しているというふうになっていますそれからもう一つあの予報モデルの手法としては最近アンサンブル予報というのが出てきていますこれはあの えー、観測データにも誤差があるだろう、それから予報の方も誤差があるだろうということで、その考えられる誤差を予報の初期値に、えー、足してやることによって、えー、そこから予報をあのたくさんやると、えー、いうことになって、ます一つの予報だけじゃなくて25、25本とか20本とか、えー、平行で4回してやる、でそうするとあのバラバラな予報というのが出てきて、えー、例えばどういうシナリオが確率的に高いかとか、そういうことがよくわかると。 えー、になりますで今年の6月、ですねスパコン新しくなって、えーまあ、1年なんですけども、そこであの一応、えーまあ、大丈夫だろうということで、メソアンサンブル療法というのを運用開始をしました。これはあのだからあのあの先ほど言ったように細かい地形でたあの,のモデルをたくさん動かすことで、雨の降り方が、まあ、複数パターン出てくるということで、えーまあ、危ないところだとか、そういうものを確率的にあの探してやると、えー、いうことになります。 でえー、我々は先ほど言いましたけども24時間ずっとこう動かさなきゃいけないということで予報のプログラム自体も、えー、ずっともう何かが動いている状態ということになこれはあの横軸が時間で縦軸が濃度数なんですけどもスパコンの濃度数なんですけども、えーまあ、あのずっとこれは夜間、えー、UTC というのはあの標準時でこれだとあの午後9時から朝の9時前なんですけども。 えー、夜間でも何かしらずっと動いているということになります。で先ほど言ったアンサンブル予報というのが EPS というやつでメソ EPS だとか全球 EPS というのはあのたくさんあ,のあるあの領域を占めていると思うんですけど結局あの同じモデルをそのたくさん流すということでそれだけ、えー、コンピューターの資源も使うということでこういう計算もやっているということになります。それからあの えー、あの初期値解析をするときに全球、えー、のその全球をやったものをベースに領域の解析をしていくということでこれもグルート24時間何かしら動いてるということになります。ということで必要になるのがそのジョブスケジューラーというやつです。で我々その あの前のスパコンまではあのメーカーさんにお願いして作ってもらったんですけどもえ今回からはもう自分たちで内製でやろうということで ROWS というジョブスケジューラーを自前で作りましたえでそれを使って今はそ,のえそ,のそれぞれのプログラムを順序あの時間正しくそれから順序よく動かすということになります でこのようにそ,のそれぞれのジョブ依存関係とか結構あってですね、えー、何々が終わったら何々を動かすとか、えー、これだけ複数のやつが終わったらあい個いのプログラムを動かすとかそういうスケジューリングをしなければやってますので、えー、その辺の管理も自分たちで今作ってやってるということになります。 であの数値予報モデルとは別に応用処理開発基盤というのがあって応用処理の方は、えー、モデルというのはいろいろその先ほども言いましたけども擬似的な、えーまあ、方程式だったりそれからあのモデル地形も必ずしも実際の地形と同じではないので、えー、あの系統誤差的なものが常につきまとうのでそれを補正するという処理をして,やってあの最終的な天気予報の下資料にするというのがあります。 それから開発基盤としてはあのーまあ、計算機の安定化な動が求められるということで、えー、さっき言ったそのスケジュールのプログラムとかそういうものをやっているあちなみにあの私はこの開発基盤の方のリーダーを今やっております、えー、ということですで、あのー、数値法ですが先,も先ほどもその世界の気象機関のスパーコンの競争をお見せしましたけども、えー、一応数値法自体も国際競争ということであの全球を覆うモデルを運用しているのは世界に13 各国国ぐらい13の国か機関がありますで一応制度を給付としていることですで最後その全球モデルのその制度ということで、えー、あの一応衛星データが増えつつあるとそれから予報モデルの方もあの改良を重ねてですね一応 えこれは1995年からのグラフあて、当て予報誤差なので下に行動精度がいいんですけども大体予報誤差自体はもう20年ぐらい前の半分ぐらいにはなっているとえいうことになっています。 で将来計画なんですけどもえと去年ですね交通政策審議会ということでまあ国土交通省気象庁は国土交通省の機関なんでそこのところで偉い先生方あの大学の先生方を集めてですねまあ気象庁この先何をやってもらおうかということで2030年計画というのを作りましたそこでまあやっぱり将来的には数値情報をもうちょっとなんとかしなきゃということでいろいろプレッシャーがかけられているところですということで この先も気象庁のスパコンはどんどん大きくしていかなきゃいけないということになっています。今後に向けてということで気象庁のスパコンシステム、今回、第10世代なんですけどもだいたい5、6年サイクルで更新してきました。で、次回はだいたい2023年から2024年頃かなというふうに見ています。で、まあ、予定としては来年ぐらいから調達作業を始めようかなと今考えているところです。で、気になるのがです、ね、気象庁、先ほど見せた清瀬のビルっていうのはその えすでにいっぱいいっぱいになってましてえ特に電力がもう足りなくなってきているということであの外に出さなきゃということでいろいろ調べているところですで今後も、ですねあの今日この場にもそのメーカーさんだとかベンダーさんえー来ていらっしゃると思うんですけどいろいろご協力えご指導ご協力お願いすることになると思いますのでえよろしくお願いしますということで私のお話は以上です。